はい、速稼塾の久保でございます。暗号通貨の値段が上がってきたの結構目立ちますよね。でももうね、これね、あ、バブルじゃないかなって気がついた時はもうすでにね、決済しとかないといけないのかなって私は思ってるんですよ。ですんで95万円 BTC の時に、まあ、あれほどね、放送を細かく今が買い時で100万円を超えたらもう手が出ないよってことを申し上げていたんですけども、あれがね、本当今年のことですからね。まあだから去年のことを考えると30万円台とかつけてる時に、私はその時はちょっと買う度胸はなかったんですけども、まあでもね、やっぱり60万円から80万円ぐらいのところで買いを取れたのは、まあ私なりにはね、 FX の力が生きてきたなと思います。その後どこまで上がるかってことは分からないんですけども、少なくとも私、適正価格っていうのがね、大体100万円ぐらいだっていうふうに、これも放送で長いこと申し上げてたんですけども、ってことは100万円以下の時に買っている分には、まあ、含み損が出にくいということだったと思うんですよね。で、100万円を超えると今度は100万円を割れなくなってくる、要するにそのサポートをね、受けるわけなんですよ。で、そう考えていくと今の値動きっていうのは、まあまあ FX のテクニカルがそのまま生きてきて、 BTC っていうのはほとんどですね、まあ、ドル円の FX と同じような形で見れるのかなというふうに思っております。ちなみにドル円なんですけども、この10ヶ月ぐらいでね、4円か5円ぐらい円高になってますよね。だからずっとセルで、まあ、取れていたということなんですよ。年足っていうのはなかなかないと思いますけども、月足でもですね、10ヶ月分のチャートを見るときにずっとセルでポジションを持っていた方は大きく利益を取れているのではないかなと思いますね。で、私はまあ1時間の勝負なんで、バイで取ったりセルで打ったりっていうことが、まあ、繰り返されてここまで来てるんですけども、まあ、本当にね、この FX で感覚を磨いておいてよかったなっていうのは、そのまんまね、その理屈が出来高のそこそこある BTC に関しましては通用するようになってきたかなと思うんですよね。まあ、まだ検証を続けないとわからないですけどね。で、その他のアルトコインは、まあ値上がりしてるところはあるんですけども、ただアルトコインっていうのは結局ね、どれを買うかだけなんですよね。まあ、ですんで一つか二つ自分の好きなね、ファンとしてのコインを応援する気持ちで買うのがちょうどいいのかなと思います。儲けるためだったら BTC だと私は思うんですよ。 BTC っていうのはやっぱりね、後ろに国家がない、そして最も知られている通貨ということで、例えば円とかドルとかユーロってものに信用がなくなった時に、最後の通貨として BTC に逃げるってことは十分考えられるんでね。ですので今みたいな社会情勢の不安とか、それから大統領選とかがあった時とか、それからね、まあ、例の中国ですかの内情がちょっと不安だなと思える時っていうのは大衆心理ですけどね、そういう時ってどこの通貨も買いにくいな、じゃあということで今は暗号通貨に、まあ、ベットする方も多いんじゃないかなというふうに感じるんですよね。まあ、いずれにしましてもね、投資っていうのは難しいわけですよ。暗号通貨自体難しいのに、 FX 自体難しいのに、為替自体難しいのに、それに組み合わせて暗号通貨の投資ってなると、これはもう本当にね、雲をつかむような話なんで、私はね、いろいろとちょこちょことつまみ食いしてみたんですけども、まあやっぱり持っておくだけのが一番だったですね。持っておくだけで何もしないと、でね、いきなり儲かりますよとかね、倍になりますよ、10倍になりますよって話はまた聞かないと、そういうことではないと、誰かが言ったから買うんではなくって、自分できちんとテクニカルを張って、そのテクニカルという誰から見ても公平で無色透明なものに、その理論に従って負けた場合は、これは私はね、しょうがないと思います。でもテクニカルってやっぱりね、正確に使ってると勝ちしか出ないんですよね。まあ、ですのでこれからもね、テクニカルを当てにしていこうかと思います。いつかね、大暴落して資金を失う時までテクニカルでやっぱりゴリゴリ押していこうかなと思います。今年もね、暗号通貨にしても FX にしてもテクニカルを信じた結果、資産を増やすことができたかなというところでございます。そしてもう一つなんですけども、もう一つね、これノクさんへのちょっと、まあ、ご存知だと思いますけども、私がね、一般公開動画が好きなのは、公開動画にすると広告がつくんですよね。クローズドだとね、広告つかないんですよ。で、暗号通貨とか FX のこのね、話題ってのは広告単価が高いんですよ、実は。再生数が少なくても広告単価が数百円とか数千円っていうのがね、バンバン出るんですよ。時には数万っていうのも出ますね。だからね、その暗号通貨の話題を出すときは広告がつくことを意識しながらね、やっていくといいかなと思いますし、その FX のその動画とかっていうのを私いっぱい撮ってますけども、これをね、ある時期が来たら一般公開にどんどんしていってるんですよ。これはなんでかっていうと、やっぱりね、広告がつきやすいんですよね、 FX は。しかも口座開設の広告がつくんですよ。で、あと今はね、暗号通貨の例えばコインチェックとかも未だに口座を持ってない人いらっしゃいます。当然ですけどね、 FX じゃないわ、コインチェックの口座開設、これもね、報酬高いんですよ。その他もそうですけどね、ビットフライもそうですけどね。まあ、ですんで暗号通貨の話題は私は結構ね、一般と公開動画にして、どうしてもシークレットってやつはね、まあ、それは限られた人にだけお送りしてる、こういった個別動画になってきますけども、まあ、そういうね、いらしさもあると、いやらしさ
いやらしさもあるんですよ。まあでもね、本当はいろいろとノクさんと関わらせてもらって学ぶことがたっぷりでございます。これからもいろいろとね、意見交わしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。また失礼します。